先輩と仲良くなって、先輩と本当このリハとかも含めてレッスンとかも含めて本当に成長じゃない、本当にたくさん喋ることができて、先輩たちとだから仲良くなりました。みんな昨日の夜のコンサートが終わってはけていった時におめでとうっていろんな先輩が言ってくれて、同じチームの方とかは同じチーム頑張ろうねとか楽しもうねとか同じチーム嬉しいとかいろいろ言ってくださって嬉しかった。本当にリコピさんが一緒に楽屋まで行ってくれて頑張ろうねって優しく声をかけてくれて、なんかそれにまたその優しさにまた大号泣しました。舞さんとかも同じチームだから頑張ろう頑張ろうって大丈夫だよって、あきさんも優しく声かけてくれたし、さえさんも同じチーム嬉しいって言ってくれたし、もうなんかもうキリがないぐらいいろんな、そいぶきさんも言ってくれたし、ゆうなさんも言ってくれたし、もうなんか言い切れないぐらいの先輩たちが優しく声をかけてくれたのでなんか嬉しかったです。ほっとしたというか心が温かくなりました。なんか最近ショールームやってなかったからなんか言葉がうまく出てこん関係あるかわからんけど、皆さん H チーム H 応援よろしくお願いします。本当にみんな優しいです。ピアス開けた。ピアスはもともと開いてるのを久しぶりにつけました。なんか赤くなった、久しぶりにつけた。見て蝶々可愛くない。あの友達と今日お買い物に行った時にあの買いました。すぐ耳赤くなるんですよね、ちょっと触っただけで。蝶々、小柄な蝶々可愛いよね。